ベアフットムーブメント、こういうありましたね、裸足で走りましょうということで、はい、サンダルとかね。そうなんですよ。要はシューズ業界全体が進化してバリエーションが増えたんですよ。なるほどなるほど。はい、皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。藤原さん、よろしくお願いします。はい、今回なんですが、視聴者の方からちょっとご質問いただきまして、はい、で僕それ見て、あ、実際確かになんかそう言われてみると、うん、なんかこう口で説明できないななんていうふうに思った質問があったので、はい、ちょっとそれを聞いてみたいなと思うんですけど、はい、藤原さん、よくあのドロップって言葉を使われるじゃないですか。ドロップって一体何かっていうのと、うん、そのドロップの違いによってどういうその走りに影響があるのかっていうのをちょっと伺いたいなと思いまして、今日時間もらいました。もう考えすぎ考えるの好きなんで。走るのに必要なのは、もうもしかしたらそっちのドロップじゃなくて、飴舐めた方が走るには必要です。ドロップの方が糖分取れる。キャンディーの方が大事ですね。まあ、そのぐらいの問題なんですけど、はい、まあ、これですね、はい、ドロップっていうのはオフセットと言いまして、うん、つま先とかかとの差のことです。差のことですね。はい、あのスタックハイト、前のスタックハイトとかかとのスタックハイトのオフセット、うん、差を言うんですけど、はいはい、ドロップと言ったりするんですね。はい、で、うん、ドロップが強いものをドロップが効いてると言って、なるほどなるほど、はい、ドロップが少ないものをドロップがない、よりフラットになってる。なるほど。滑り台みたいになってる。はい、かそうですね、なってないか、はい、みたいな話ですね。はい、ドロップが効いてる効いてないってことですね。でこれね、強く言われたのは、はいはい、2014年ぐらいに起きたこうベアフットムーブメント、こういうありましたね、裸足で走りましょうということで、はい、サンダルとかね。そうなんですよ。これは足袋に近いです、ね、そう、無敵ですね。無敵、はいはい、これだからゼロドロップです。超ゼロですね。はい、当然ゼロですよね、ドロップが。ね、うん、でこっちの定番シューズが最大で10ミリから12ミリ。はい、ああ、12ミリのドロップもあるんですけど、10ミリドロップですけど。はいはい、なるほど。そういう風になってて、はい、それを言われだしたのはベアフットの時ってあって、あ、今はですね、簡単に言うと、はい、全てが存在してます。あ、なるほどなるほど。はい、傾いているものも傾いてないものも、ちょっと傾いているものもあるんで。結局これだけでいいって言われたんですけど、はい、さすがにそのサハードだろうって話で、はい、全部存在してます。はい、だからどれも意味があるんですけど、最初にそのゼロミリドロップが話題になったっていうのはどういう背景でしたっけ？要はシューズがあっても、はいはい、シューズを履いていてもサポートのあるシューズ履いていても体の怪我がなくならない、うん、怪我がなくならないっていうところがキーワードになって、はいはい、シューズを履かないで体の機能を高めようっていう運動が起きたんです。ありましたね。なんかボーントゥーランとかがこう話題になった時っていうことですね。ダニエル・リバーマン博士のフォアフット、うん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 、ネイチャーでね、フォアフットの方がいいとか、はいはいはい、まあ、あとはあのファイブフィンガー、これじゃないですけど、はいはいはい、が流行ったりとか、うんうん、そういうことがあったんですけど、まあさすがに体の機能だけでは長い時間走れないだろうということで、まあ、実はボーントゥーランとか出てる真っ最中にこう創業したのがこのホカオネオなんです。なるほど。これがもう社会の面白いところで、面白いですね。はい、もう両極端じゃないですか、うん、そういうものが生まれてきたっていうところで、まあなんかムーブメントが起きてたのかもしれないですけど、だからある種超薄底ブームが、まあ、その起きた時に、はい、このめちゃめちゃ厚底のホカオネオネが登場してたと、はい、これね、これアルトラでホカオネオネニューバランスです、ナイキ、はい、0、4、8、10なんですよ。なるほど。全部存在してるんですけど、ほうほうほう、うん、ドロップが0、4、8、10、はいはい、一番わかりやすいのがアルトラですよ。うん、0ドロップです、両方とも。じゃあ何が違うかって、0ドロップにクッションがついたんですよ。そういうことですね。だからソールの厚さは関係ないわけですよね、はい、傾きの差ですからね。差ですから、うん、これ結局ベアフットムーブメントの答えなんですよ、うん、これでクッションがあった方がいいって話な。なるほどなるほどなるほど。まあ、要は結局体が傾けばいいわけですから、走るに当たって、はい、はい、バランスを崩して前前方方向に誘導があればいいってことで、それを10ミリに行くに従ってすごくインプットが高い、要は傾いてるなって分かるわけですよ、坂道になってる。そうですよね。傾いてるなっていうのと全然傾いてないな、自分で傾けなきゃなって差だけですよ。なるほど。だから全てのシューズを履くのが僕はベネフィットがあると思います。へー、履き分けた方がいい。そうですね、要はこっち側に少しこう体を傾けましょうとか、うん、あの無駄な動きをなくしましょうというコンセプトが強いんですよね、うんうんうん、ね、まあ、他とかはよくそのゆりかご状のっていうふうに言われますね。そうですね、こう揺れるようになってるってことですね、はい、もうこの辺を船底って言ってもいいと思うんですけど、ね、なるほどなるほど、はい、でニューバランスとかサッカニーとか、はい、新興ブランドのオンとかもそうなんですけど、うんうん、この8ミリドロップ前後のソールにしてて、
10ミリではなくて少しフラットにして、もうちょっとこうランナーもやった方がいいんじゃないかと。なるほど。傾いてれば傾いてるほど自動で前に転がっていくっていうこと、まあ、反強制的にいうことですね。とはいえ自分の足で傾けるっていう作業も大事だよねっていう理論の中で、中間で8とか4とかが出てきてるっていうことですね。そうなんです。もうそれだけの話、こういうのを典型的なトラディショナルと呼んでいて、はい、こちらはですねナチュラルって呼ぶんですよ。ナチュラルに少し体を揺らす。だからベアフットムーブメントを契機に、うん、まあ、要はシューズ業界全体が進化してバリエーションが増えたんですよ。なるほどなるほど。そうドロップが効いてるのがデイリーユースですよねっていうのが、うんうん、バリエーションが増えたので、うん、ちょっとコロナ後はどうなってるかちょっとデータすら取れてないんですけど、はい、伸びてるブランドっていうのは、うん、みんなこっちのユリカゴ型です。あ、そうすか。コカオネオネ、はい、オンアルトラ、はい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 、新興ブランドはみんなこちらのベアフットムーブメントから進化したブランド。で、あのアシックスなんかが最近発表したメタライドとか、あとはグライドライドっていうのは要は、はい、10ミリドロップ、うん、はい、10ミリドロップを使ってるブランドが、うん、この辺を出したっていうことなんですよ。なるほど。だから新しいコンセプトかとかアシックスが出た新しい商品だねっていうふうに思わない方がいいところで言うと、うん、ドロップは大事かもしれない。そうですね。あとはもう気にせずいろんなブランドを履いて、はい、自分の走りに合ったものを履いてもいいですし、合わないものももしかしたらその自分がこういうふうにフォームしたいねと思ってるものの改善点かもしれない。フォームの改善につながるかもしれない、うん、むしろスタートもここですから。そうですよね、はい、確かに。なるほどね。であともう一点こう違う、はい、側面で言うとドロップというのはスピードによっても変えられてたんです、そもそも。なるほど、はい、このベアフットムーブメントが起きる前から。そうですよね、確かに。フラットの、うん、レーシングフラットのソールは4ミリだし、はいはいはい、きつい傾斜が効いてるものもあって、うんうん、真ん中ぐらいのテンポアップは8ミリぐらいが多かったんですよ、うんうん、元々確かにそうですよね。そうドロップというのはもともと考え方があって。そうですね、確かに確かに。そうアシックスなんか問い合わせるとドロップなんてうるさく言うなっていうぐらいのブランドだったんですよ。そうですね。ターサーが何ミリだとかっていうふうに言いたくないっていうブランドだったんですけど、今すごい言ってまあだからあまりドロップに関しては難しく考えすぎない方が。なるほど。そういうものがあるよっていうことで、どっちがいい悪いっていうことでもないし、全然ないですし、共存してますからね。なるほどですね。でも基本的に定番ブランドが10ミリ、はい、新興ブランドが4ミリとか0とか、はい、いやー分かりました。でもなんかそれを知ってこう靴選びをすると結構またなんか楽しめますし、ね、あの選ぶ基準の一つとなりそうだななんていうふうに、はい、思いました。ありがとうございます。今回はドロップについてのお話を伺ってきました。吉田さん今回もありがとうございます。ありがとうございました。はい、この動画面白いと思っていただけたらぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。こんな感じでたまには質問にもお答えしていきますのでぜひぜひコメントもお待ちします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。